イエソンなどによりますと、昨日午後1時45分ごろ、家島でパラシュート降下訓練中のアメリカ軍の兵士3人が、基地のフェンスから200メートルほど離れた牧草地と畑、農道の3カ所にそれぞれ着地しました。この件で怪我人はいませんでした。アメリカ軍のパラシュート降下訓練は、サコの最終報告で家島補助飛行場で実施することが日米間で合意されていますが、アメリカ軍は家島補助飛行場の滑走路の状態が悪いことを理由に、先月と今月19日に例外として嘉手納基地で降下訓練を実施しています。今回の降下訓練は状態が悪く使えないとしていた家島補助飛行場で実施されていて、アメリカ軍の説明に矛盾が生じています。